早速始めたいと思います。今回はですね、 For the Peaceful Summer、 この夏をハッピーに、そしてヘルシーに過ごすため、私たちが心がけているということで、People、第14回目となる People Fest、 こちらの今回のテーマはですね、 Tone of Wave、 F 分の1をテーマにして、心身ともに健康で穏やかな夏を過ごすために、4つのカテゴリーで展開しております。皆さんも先ほど、会場の方で、ブースをご覧になられた方も多いと思うんですけれども、1つ目は血液の健康、そして毛穴ケア、そして自然の香りを感じる、そしてペットのアイテムということで、4つのテーマで今回約40ブランドのブースを会場の方に設置しておりますけれども、この夏ビープルらしく送るためにですね、今回はゲストとしてドリームのアミさん、そして佐藤晴美さんとご一緒にですね、この夏をハッピーにピースフルサマーということでトークセッションしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。では簡単に私の方から、ご自身のプロフィールを、私の方から発表させていただきます。まずはですね、ドリームアミさんなんですけれども、2002年ドリームに加入しメンバー入りしました。そして2011年よりイーガールズのメンバーとしても活躍し、2015年7月にソロデビューを果たし、現在はですね、ソロ活動に専念し、近年はミュージカルで主演を務めるなど多方面で活躍されていらっしゃいます。はい、もう一人の佐藤晴美さんなんですけれども、2011年にイーガールズのメンバーとして活躍した後、昨年よりソロとして活動を開始、モデルとしてはバイヤーやスイートなどといった数々の女性ファッションとして活躍され、さらにドラマや映画に出演するなど、ジャンルレスに活躍の幅を広げてらっしゃいます。そんなパワフルなお二人とですね、今日のトークセッションしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ではちょっと簡単にですね、お二人の方から、一言何かメッセージいただけると嬉しいです。はい、皆さんこんにちは今日はお越しいただきありがとうございます。私もこのビップルフェスをすごく楽しみにしてたので、今日皆さんと一緒にこうちょっと新商品のお話を聞かせていただいたりだとか、こうビューティーについてお話しできたら嬉しいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、今日はですね、こう皆さんマスクもしてらっしゃって、皆さんの声が聞けないのは残念なんですけど、でもこうやったこうした機会をすごく私も楽しみにしていました。今日はアミさんと、2人で何だろうな、日頃のなんか美についてみんなでトークセッションできたらなと思います。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、今回のですね、ビープルの第14回の、トーンオブウェーブ分の1と言います。初めて海をテーマに実はしている展示会でして、コロナ禍3年目ということで、本当にこの海の、素晴らしさっていうのがですね、なかなか夏にしか体験できないということで、今回、海をテーマにさせていただいております。で、実際にこの F 分の1というのはですね、実は周波数として耳には聞こえない、ただ脳では感じるこの周波数の揺らぎの音っていうものを、ビープルのテーマではこう感じてほしいなということで、テーマにしているんですけれども、また会場ではですね、モロカイ島に住んでいる、宮子さんの、山崎宮子さんの、アートをですね、ずらっと今回、展示させていただいております。また皆さんがバックの方に印字されている、プリントのこの絵もですね、今回ビープル第14回目の、展示会のためにですね、一から描き下ろしていただいた絵のアートがですね、皆さんの、持っているエコバッグ、そして会場の方にも、飾られているんですけれども、なかなかこう実際に、コロナになってしまって海に夏にしかこう行くことができないということで、実際にこう皆さんのストレスだったり、ライフスタイルによって海の素晴らしさ、そして F 分の1の揺らぎの音を感じることによってリラックスし、そして自分らしく生きるための夏をぜひ過ごしてほしいなと思っております。実際にですね、お二人はすごくなんか太陽が似合うサンシャインガールのイメージがあるんですけれども嬉しいです、はい、お二人はちょうど事務所の先輩後輩の方ということなんですが、実際にプライベートでこう夏だったりこう太陽を感じたりとか、あとはこうなんかガールズセッションみたいなことが行ったりとかはしますか？そうです。太陽、太陽を浴びに行った思い出はそんなに二人ではないんですけど、でもプライベートで一緒にご飯食べに行ったりとか、
まあ、今コロナ禍なのでそんなしょっちゅう会えないんですけど、去年か、去年だったよ、一昨年、去年、はい、あの私はるみちゃんのお家に初めて行かせてもらってそうなんですね、ちょっと手料理とかもいただいたりとかして、なんかもうあのずっと同じグループで活動してたので、うん、はい、なんかずっとメンバーっていう感じだったんですけど、うん、なんか初めて友達みたいに、うん、なんかもう本当女子会みたいな感じでしたのがすごく嬉しかったんですよ、はい、なんかひたすら話してましたよね、めっちゃ昼からもう夜までごめん言い過ぎたってそれでも話したりなりない、あかみさんは結構インスタの方でも、ね、お料理を披露されたりとかしていて、はい、あ、そうですね、結構ね自炊も楽しんでやってるようなライフスタイルを見受けられるんですけども、はい、そう、なんかそれこそコロナになった時にあの家にいる時間が増えて、でその時にちょっとお料理してみようかなっていうところから始めたんですけど、やっぱり自分が作ったお料理って自分でいろいろさじ加減もできるじゃないですか、だからなんかこう体が軽くなる感じがあって、あ、ちょっと自炊続けてみようかなっていうので、いいですね、ちょっとやってみてるっていう感じですね。どうですか、はるみちゃんのお料理。いや私本当に私ももちろんインスタ見てますし、はるみちゃんを今聞いてびっくりなんですけど、はい、コロナ禍に入ってから始めたとは思えないくらい、もうベテランの域のあのお料理をいつも披露してたし、そうなんですよ、一人暮らしでそんなに何品も用意できるってやっぱりお料理が好きじゃないとできないし、それも全部すごく美味しそうで、それこそ体のことをすごく気遣ったお料理だなっていうのがいつも写真から見てわかるから、あ、はるみちゃんがこんなに綺麗でナイスプロポーションなのはこういうところにあるんだなっていうのをいつもね勉強させてもらってます。でもね、私もね、あみさんのね、あの夫婦で食べてるご飯の写真がすごい好きなんですよ。そんなのあったっけ？え、ありますよ。あと YouTube とかでも、あ、そうだね、あのハンさんに、はい、あの差し入れをなんか、はい、あげて、あ、あのそう、ね、カレーパン、カレーパンを、ちょっと恥ずかしい、こんなところでカレーパンとか言ったら恥ずかしいんですよね。あのカレーパンってね結構難しい。え、でも自分でカレーパン作るんですよ、すごくないですか？すごいですよ、ね、いやいやいや、なんか愛情こもった。でもやっぱりお料理ってこうするとどれぐらいの調味料が、ね、うん、どれぐらい入ってるかって目で確認できますし、で結構マインドフルネスで黙々と作れるので意外とストレス発散にもなりますよね、うん、なんかちょっと瞑想感覚になる、ね、分かる、でも、はい、うん、足し算しかできないからこう、ね、間違いが効かないというか、うん、マインドフルネスできますよね、うん、そんな、お二人なんですけれども、夏をこうハッピーにヘルシーに過ごすためにですね、心がけているようなことはあったりしますか？だろう、体を例えば動かしたりですとか、ああ、私そうですね、多分はるみちゃんもそうだと思うんですけど、うん、やっぱお互いにずっとダンスをやちっちゃい頃からやってきたりとかもしてるので、はい、やっぱ体を動かすことはすごく好きで、うん、特に私はなんかあのフィットネスに行ったりだとかももちろんするんですけど、はい、ちょっと飽き性なところもあるので、なんかいろんなスポーツをその時その時でちょっと流行りのように取り入れてやったりとかしてて、最近は今年に入ってからゴルフを始めて。そうなんですね、はい、はい、すごい結構スポーツ、ね、そうなんです、なんかずっと大人のスポーツで、うん、なんかちょっと自分とは無縁かなってゴルフに関しては思ってて、そんな言ってもなんだろう、汗かくほどでもないかなみたいな、うん、ちょっと舐めてたんですよ、はい、でもあるきっかけがあって一回こうゴルフのラウンドに回ったんですけど、はい、すごくもう太陽ももちろん感じるし、うん、あと環境もやっぱ自然な中にこうコースがあることも多いので、うん、その森のパワーとかも感じながら、はい、で時間も朝から始まるんですよね、はい、なんかこれ続けてたらめっちゃ健康になりそうと思って。確かに。え、何時に起きるんですか？え、まず5時ぐらいに起きた。早いですね。そう。もう、ゴルフはやっぱり朝の感じですもんね。6時半ぐらいにコース行くじゃん。うん、はいはい。あ、もうめっちゃ人いるの。みんな朝早くて。朝から練習、うん、そう、めっちゃいいんだよ。めっちゃいいんだよ。でもやりたいんですけ
ど、なかなかちょっと連れてってください。そうだよね、行こう行こう。あのきっかけがないと始められないスポーツだと思う、ね、うんうん、本当にそうです、はい、いろんなこうスポーツやこう運動を取り入れてるということなんですけど、はい、春さんはどうですか。私は、それこそアミさんが言ったみたいにやっぱりずっとダンスやってて、でも踊る機会ってやっぱりちょっとグンと減って、うん、なのでそのダンスでやっぱりこう自分のなんだろう、あの運動量というか、はい、測ってた部分も多分あったので、急に減るとやっぱそれだけちょっと体の変化も感じたので、やっぱり筋肉だったりとか、そう筋肉、そう、ね、なんかあと自分のデトックスというか、うん、排出をどうしたらいいのかっていう、体がなんか迷ってる感じもすごいしたので、あやばいと思って、最近はあのピラティスを始めました。そうなんですね。でもピラティスはヨガに比べてね、かなりちょっとそうハード、有酸素と無酸素を繰り返して結構ハードな、で結構見た目はしなやかに見える運動に見えますけど、結構あれハードなんですよね。あのね、見た目じゃ伝わらない。伝わらない。インスタに書いてるよ、ね、インスタにも書いてて、はい、結構普段使わない筋肉を使って筋肉痛になったり、筋肉痛になったりもしますし、あとやっぱり行くとき、あの足を運ぶ、うん、はい、行くときに、うん、ああ今日ピラティス向かってるんだけどなみたいな、そうなんです、辛いんだよなって行きながらあの考えてるんですけど、うん、でもやっぱ終わった後にあのどんなマッサージよりもどんな整体よりもなんかすっきり感があって、うん、なんだろう、トレーニングしに行ったはずなのに、なんて言うんだろう、すごい人の手でグイグイマッサージされた後みたいなすっきり感があって、なんだこの感覚はってなって、あちょっと続けてみようっていう風に思って今頑張ってます。やっぱり続けると変化は感じられますか。感じます、うん、そうなんかね、あの骨格がね、骨格自体が変わってくる感じがあって、なんだろう、不思議ですよね。やっぱインナーマッスルって表面の筋肉と違ってこう引き上げるような、そうありますよね。そうなんでやっぱもう今はあれですね、綺麗な女性はマストでピラティスやってますよね。みんな皆さんやってますよね。もうはるみちゃんとかもう絶対やってるの、もう絶対やってる人だと思ってたけど、うん、そうにじみですすね。え、皆さんやってる方とかいます、運動されてる方はいらっしゃいますか。あ、はい、やっぱりちらほらと、大先生、運を動かすって書くので、そうだ、3年前とかだったらさ、うん、ピラティスって何みたいなさ、ね、感じだったよね。そうですよね、今やってる方多いですよね。やっぱり皆さんこのコロナ禍でやっぱり意識もそういう意味では健康、うん、美容に関心を持ってね、うん、実際に実践されている方がいらっしゃいますけれども、うん、お二人は実際に運動をされたりワークアウトされたりしてばストレス発散だったり、まあ、ボディメイキングって日頃心がけてると思うんですけども、インナーケアとかこう内側のものにもすごく関心があるってお聞きしたんですけど、なんかこう実践されていることとか興味のあることとかありますか。そうですね、やっぱりあのさっきも言ってたようにお料理とかさしてると、あのやこう自分がじゃあ日頃外でも食べるものだったり、買ってきてちょっと即席で食べるものだったりとか、もう中に何が入ってるんだろうっていうのはものすごく気になるようになりまして、だからなるべく添加物のないものみたいなのを探していくと、やっぱこうビープルにね、たどり着くんですよね。なんであのビープルさんもあのずっと言われている腸活っていうのは、はい、うん、私も最近すごく意識していて、腸活サプリを飲んだりだとか、うん、朝ヨーグルトにちょっとフルーツを入れて食べたりだとか、うん、なんかそういうことしてますね、うんうん、素晴らしいですね。腸活ね、いや私ももうもっぱら腸活というか、でもねもう結構発酵キーワードにすごい興味があるっていうのをね配信されてますけど、そうなんです。やっぱりあのねお味噌はね毎日取るようにして、お味噌汁は結構忙しくてもパパって作って、あの摂取もう摂取ですよね、摂取食べるとかじゃなくて摂取するように心がけてはいます。あと最近はあの昆布と梅干しをお湯につけて、うん、あの梅昆布茶っていうんですか、はい、それを普通にあのだしの昆布と家にある蜂蜜の梅干しそうを入れて、なんか最近それが美味しくていいですね。疲労回復効果もそうですね、ハマってます。おすすめ、ぜひ皆さんも、はい、簡単なのでやってみてもらいますけど、はい、
ピープルっていうのはそもそもこう美容っていうのはフランス語でこうオーガニックという意味で、ピープルは英語で人々っていう意味なんですけれども、お二人がこうピープルっていうのをこう連想というかイメージするときにピープルってどんなイメージがありますか？いやもうあのビューティーとかそのそういうことに対しての感度の高い人の知ってるものみたいな、なんかビープル知ってるとか、うん、ビープルめっちゃ行くって聞くと、はい、あ、すごい気使われてる方なんだなって思います、はい、うん、ありがとうございます。まあ、実際に、ね、お客様も今日たくさん来ていらっしゃって、うん、まあ、本当にビープルでね、日頃こうアイテムや、インナーケアをお試しになっている方も今日多くいらっしゃると思うんですけれども、うん、実際にこうビープルのお店でこう展開しているような商品で2人のお気に入りだったり実際に使ったことあったりするものは何かあったりしますか？あります、いっぱいありますよね。ありますいっぱい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 ですけど、私はあのずっと本当にあの飲んでる深夜酵素さん の、うん、あのこういう長細いそう、はい、あの乳酸菌、乳酸菌の方ですね、そう乳酸菌の方の粉のなんかサプリみたいなやつは本当にずっとずっとずっと飲んでます。ありがとうございます。なんかきっと出会いもねピープルフェスにそうですいらっしゃった時に、そのブースで出会って、そこからもうじゃあ続けてらっしゃる、続けてらっしゃ続けてます続けてすいません釣られちゃって考えてたら釣られちゃいました。あとウーマンスホルモンバランスとかも結構そう、タンチュメールの、はい、あのメリッサ、はい、メリボリステイラのそうあれもあの結構揺らぐ時期とか、ホルモンバランスなのかなって思って、そう取り入れたりとかしてます。そうなんですね。あれは、ね、一見こう飲みにくそうに見えるけどね、うん、意外と味もそんなに嫌じゃなくてね、うん、続けられます。はい。アミさんは何かありますか？私はあの引き続きその腸活のサプリみたいなんですけど、うん、なんだあのすいません。名前をはっきり忘れちゃったんですけど、はい、なんとかセルフとかいう。ハイヤーセルフ。そうです。すごい。さすが。さすがデトックスしながら、はい、生活しながらデトックスもできる。デトックスもできるんですね。はい。でなんかビタミン C を取れるみたいな。レモンフレーバーで。はい。あれをもう半年ぐらい続けてますね。そうなんです。はい、あれはすごいこう一見こうあのチャコールパウダーも入ってる、うん、真っ黒なんですけど、はい、味はレモンフレーバーで。レモンなんですよ。飲みやすくて。飲んでても美味しいですし、うん、水にね入れても取り入れやすくて。はい、それは腸活をしながらこうデトックスも一緒にできるのは一石二鳥でいいですよね。はい、採用してますね。すごい2人やっぱり意識が高いインナーケアをねたくさんされてるんですけど、ビープルさんのおかげです。いや本当ね、本当にいろいろ毎回勉強させていただきますなってます。今回の展示会会場ではあの血液についてこう考えるっていうのが、ね、大きなコーナーがあの設けられてるんですけれども、うん、実際にこう地球2周半もあると言われているこの毛細血管を全部つなぐとですね、そんなにもたくさんのこう距離があるというか、地球に、はい、地球に周半え自分の中に、自分の中にです。すごい。体の中には平均しても4リットルの血が流れているということなんですけれども、すごい、すごい。でやはりこう女性っていうのは毎月のものでこう血液の循環だったりは血液をこう外側に捨てていくっていう周期があったりするので、あのやはりこう血液についてしっかりと今のうちから考えておかないと、うん、ね、こう内裏がしろにしがいがちなとこではあると思うんです、うん、でまた女性はこう貧血だったりとか、まあ、血糖値がこう食事で上がりやすかったりというところもあるので、今回はこうビープルの展示会会場であらゆるその血管年齢チェックっていうコーナーもありまして、ご自身の血管と血液年齢を知れるっていうコーナーもあるんですけど、皆さん結構試していただきましたね、すごいすごい。ご自身の年齢より若かったりとか、まさかっていう坂があったのかって言ってびっくりされている方もいらっしゃったと思うんですけれども、今回はこう上ではたくさんの商品がいろいろ並んでいて、こういったランチを食べた後についついこう眠くなってしまう、いわゆる血糖値が急上昇しがちという方にはこういったファイバータイプの食物繊維が入っている水溶性と、まあ、不溶性の食物繊維で血糖値の上昇をこう緩やかにするものがあったりとか、血糖値の上昇を抑えれるってことはイコールちょっと太りにくくなるみたいなこともありますよね。そうなんです。血糖値の上昇がこうアップダウンが激しい食事をしているとあの脂肪細胞に蓄えられてしまうので太りやすい体質を自ら作ってしまうということにもなりますので、血糖値って言いますけど意外と女性のダイエットにも、ね、そこはつながってたりしますね。
やばい、買わなきゃ。やばい、やばい、やばい。アップダウン、ね、あとまあランチを食べた後に眠気に襲われるという人結構多いと思うんですけど、体がだるくなったりとか、こう眠くなったりとか、もうこう気分がこう下がっていくようなのは、やっぱり血糖値の上昇がすごく激しいというので、まあ、こういった商品を、食事の前に取るとすごい緩やかになりますので、眠くなったりだるくなったりってことも防げたりしますね。まあ、インナーケアは実際にこうケアすることで、そういった症状をですね、緩和させたり、ブロックしたりするってことが、まあ、できますので、なかなかこう症状が現れてから病院に行くんではなく、まあ、その未病予防という意味でもインナーケア、セルフケアはとっても大切かなと思いますね。はい、また血流でいうと女性の悩みのむくみなんですけれども、お二人はなんかもうすごいスレンダーなのであまりこうむくみを感じたりはしないかもしれないですけれども、私はめっちゃむくみます。私もめっちゃむくみます。いや、むくみます。見たことないけどむくんでるところで頑張ってます。頑張ってるのか。ね、こうデスクとかで座ってるお仕事だったりとか立ちっぱなしのお仕事の方は結構足の、ね、むくみが夕方に気になったりすると思うんですけども、このストルリンという成分はですね、実はその血管を拡張してむくみをこう取ってくれるような、機能があるということ。血管を拡張、はい、血管を拡張、血管をちょっとこう広げて流れを良くする、成分がなんと高濃度で2500ミリの、ストルリンが入ってるんですけども、やはりこう女性はむくみをね、もう流していきたいというか、むくみたくないですよね。あの大切な日の前日はもうどれだけむくみを取るかみたいな戦いですよね。こういったアイテムをこううまく活用するとむくみ体質も軽減できたりとかしますけれども、またまあ先ほどゴルフとかピラティスっていう運動を通して、はい、まあ、体内で実は 60% の水っていうものができてますけれども、まあ、これからの夏がやってきた時にですね、まあ、熱中症対策と言われているこう体内水分をいかにしっかりと保持するかっていうのが、まあ、美しさの秘訣であり、そして健康の秘訣でもあるんですけれども、お水をこうしっかり定期的に取るっていうのね、あの世の中では2リットル飲みましょうとか 1.5 リットル飲みましょうって言ってますけれども、実はこう汗でバンバンこう水分を発散させてしまうと、水を飲んでもですね、体内の吸収がすごく緩やかなので、分子構造的にこう吸収しにくいっていうのがあるんですよ。なのでこう夏は熱中症になりやすかったりとか、こう夏バテっていうものになりやすかったりするんですけれども、そんな時にはこういった経口補水液パウダータイプのものを、まあ、ご自身のミネラルウォーターの中にスティックタイプで一本入れておくと、あの血液のところにすぐにこう体液としてチャージできるので、熱中症の対策にもなったりとか、またお肌の水分のね、暑さでこう蒸発してエアコンも効いて外も暑くてというところで、乾燥肌体質の方もぜひ経口補水液、こういった美味しい飲みやすいパウダータイプを入れておくとすごく、そういうのにも効果があるんですね、はい、効果があります。見た目にも出るっていいんですね。アイさんお水飲めるタイプですね。めっちゃあのお水が一番好きなタイプ。意外です。意外でしょ。アイさんそうなんですよ。そう本当ですか。あのでもご飯の時は、うん、あのジュースとか飲んじゃう。なんか変なんですけど、ジュースのイメージありますね。炭酸ジュースが大好きなんですけど、はい、でもやっぱなんか意識してお水を飲むようになったら、本当お水もさ、いろんな種類があるから、なんかちょっと味違うなとかいうのも分かるようになってきて、プロですね。プロでしょ。水が硬いから結構飲みやすいですよ。飲みやすいですね。うん、ちょっと試してみたいね。試してみたい。水分チャージも結構大事ですね。血液の循環を良くする、そしてむくみを取るという意味でもとても大切ですけども、うん、続きましてはビープのコーナーで、とってもあの女性ならでは皆さん気になっている毛穴なんですけども、タイトニングポアということで、はい、毛穴の開き、詰まり、黒ずみ、そして、まあ、それを引き締めるということで、うん、夏はどうしてもやっぱりこう気温が暑くて湿度が高いと毛穴がここオープンだとはっていうか開いてしまうというところが、やはり女性としては悩みどころではあると思うんですけども、はい、お二人はもう本当にツヤツヤスムーススキンなので毛穴悩みがちょっとなさそうに見えますけれども、やはりでも日頃のスキンケアで何か気をつけていることとか努力されていることはきっとたくさんあると思うんですけども、どんなところを。私はあの本当めちゃくちゃ毛穴気になるタイプで、やっぱりメイクを落とすの忘れて寝ちゃった時とか、もう次の日悲惨なんですよね。そういう時とかはあのちょっと美顔器とかに力を借りて、はいはい、もう奥の方から
汚れをディープクレンジングしたりだとか、あとクレイパックみたいなクレイの力を借りたりとか、はい、毛穴は結構気にするし、ケアしますね、はい、やっぱりクレイもね、吸引っていう意味では吸着ではすごい得意な、あの成分なので、お肌に負担をかけずに、しっかりと汚れを取り除いてくれる、まあ、ビープでもすごくあのクレイパックは人気な商品ですし、そういったやっぱり日頃のケアも努力されてるんですね、はい、やりますね、本当に綺麗ですもん。いやいや、私、やばい、ありがとう。でも、なんかそんな感じで、アルミちゃんの方が綺麗だけども。アルミさんはどうですか、うん、私も、あの美顔器の、何ですか、汚れ落とすモード。はい、あれは、やってます。多分一緒の。一緒だよ、ね。多分それは一緒でやってて、あとは、あの花粉も今すごくて、そうですよね、プツ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 ってどんだけ頑張ってもやっぱり出てきちゃうんです、うん、だからあの今の時期は毛穴と花粉のためにももうめっちゃ保湿、保湿も大事ですよね、保湿モード入ってます。保湿すると毛穴がこうふっくらするので目立ちにくくなるっていうところもね、そうそうそうありますよね、はい、それはなんかね、スキンケアでは女性は毛穴の悩みってやっぱりこう乾燥しても目立つし、で開いちゃったらどうやってこう縮めるのかっていうところですが、あと汚れもまた開くと溜まりやすいということで悩まれている方たくさんいらっしゃると思うんですけども、うちの、 あの2階の、コーナーでは毛穴ケアですごく人気のあるこういったエンザイムの酵素、酵素で泡立てて汚れをこう浮かして落とすっていう、あ、良さそう、はい、よくこう洗顔でこう汚れを落とそうとするとどうしてもこすりすぎてしまったりすると思うんですけれども、これはですね、泡立てて顔を泡パックするのによって、酵素がですね、はい、下まで、先ほどあの原田さんが飲んでいると言ってた乳酸菌の酵素の、はい、新亜エンザイムのブランドから出た洗顔パウダーになってます、あ、はい、じゃあいいか、じゃあいい、信頼できるね。こういう大酵素で、まあ、実際黒ずみ、油汚れをしっかりと落として、あとはですね、毛穴をまたキュッとタイトニングしてくれる、これはあの一方一方ですね、こういった個包装になっておりますので、お持ちの化粧水にこのパウダーを混ぜていただくと、高濃度ビタミン C エッセンスの美容液が完成するという、やりたい、やりたい、あの高濃度のビタミン C パウダーになっています。これをですね、まあ、気になる毛穴のところにこう重ねて乗せていくとですね、毛穴が本当にキュッと縮まっていくので、しっかりと汚れを落とした後にですね、毛穴をこうタイトニングするような高濃度ビタミン C の商品も今回新しくデビューしたりしています。すごい、はい、あとはですね、まあ、ながら美容としては今おうち時間ね、やはりまだ続いていると思うんですけれども、はい、そんな中でこの、AOE さんの新しく出た、毛穴パッチなんですけれども、これはですね、高濃度ビタミン C が、こんにゃくゼリーのスライスみたいな形のジェルタイプのシートになっておりまして、はい、これは気になる小鼻とか、あと頬だとか、あと T ゾーンですね、油汚れが気になるところにこう貼っていただきますと、はい、このビタミン C の高濃度がですね、どん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 こう毛穴の方に吸着して、あの毛穴を本当に小さくタイトニングしてくれるんですよ。すごい、やりたい、これも。これはですね、6時間とか12時間置きっぱなしにしても乾かないんで。そんなに？そうなんですよ。よくシートマスクってこう貼りっぱなしでゆっくりこうテレビを見てたりすると乾いてたりとか、逆にガシガシ、逆になんか逆になんかあの背中を持って帰ってる感じたりすると思うんですけれども、これはですね、あの長い時間置きっぱなしにしてもその美容成分がずっと、皮膚に浸透していって乾かないんです。すごい、すごい。なので、こう貼ったままのこうズボラながら美容でもすごく綺麗になれるっていう新商品が、ね、寝る前に貼って、はい、朝取ったらもう毛穴ない、毛穴が出ちゃって、めっちゃやりたい。こういった、あとは、まあ、夏だったら暑いお風呂上がりにこれを冷蔵庫に冷やしておいて、ちょっと冷たいシートのこう、こんにゃくゼリー的なこうプルンプルンのマスクを、ね、貼っていただいて、まあ、携帯とか、まあ、ネットフリックスとかテレビとか見ながらながら美容ができるっていう商品もあったりします。うん、はい、続いてはですね、まあ、ビープのコーナーでもすごく人気があった香りなんですけれども、はい、センスオブネイチャーというタイトルをつけさせていただいていて、うん、自然の香りっていうことで、香りっていうのはですね、嗅覚から 0.2 秒で脳にアプローチしてくれるので、とってもスピーディーなこう気分転換だったりとか、うん、あのこうエモーショナルな気持ち、喜怒哀楽のこうエモーショナルな気持ちを落ち着かせてくれる効果があったりするというふうに言われているんですけれども、うん、お二人は実際こうお仕事やプライベート、また寝室やリビング、またご自身の身にまとうような香りで好きな香りだったりとか、こんな香りを嗅ぐとこんな気持ちになれるっていうのあったりしますか？
あります？すごいありそう。すごいありそう。結構香りで切り替えしてるかも、はい、日常、うん、気分を。やっぱり嗅覚早いですよね。早い、本当にね、うん、あのパッてリラックスできるんですよ、うん、でリビングでは結構お香を炊くことが多くて、うん、でなんかそのちょっとおばあちゃん家で嗅いだことあるみたい な、うん、なんかああいうちゃんとそうほっこりするような香りも好きで、それは最近ちょっとあのリビングで炊くことが多くて、あと朝、はい、夜スキンケアするときに、洗面台に、はい、あのパロサントを持ってって、うん、パロサントを炊くとなんかねリラックスのスイッチがパンって入るんです、うん、で朝はそのパロサントを炊きながら、はい、波の音を流すんです、はい、そうするとあのねハワイのいいホテルに来た気分になる。すごい気分大事です。そう気分大事、演出をするって、はい、それめっちゃいいね。やってください、ね、私もやりたい。似合う似合う、似合う、やりたい。もうハワイ行きたい。そうですよね、はい、実際今は本当にパロサントっていう言葉が出てきますけど、はい、これはあの香木って言って、うん、木自体に含まれているエッセンシャルオイルでして、うん、その、ね、エッセンシャルオイルには実際には浄化の効果もありますし、ご自身のこうマインドを整えてくれるっていうような効果もありますので、会場では実際にこの微分の1の揺らぎの波の音を聞きながら、うん、ブースではパロサントを、ね、炊いたりとか、あとは、はい、煙にしなくても最近だと新しく新商品でパロサントの精油商品ですね、実際にこのパロサントのこういったポプリン、会場で見た方いらっしゃると思うんですけども、こういったポプリンの状態にして、まあ、香りをね楽しんだりするような、新しい新商品も出ていますけれども、やはりこう香りっていうのはすごく気分スイッチングがすごい簡単なので、やっぱりうまく使い分けるといいかもしれないですね。トミさんはどうですか？私も匂いはすごく好きで、でもなんかそういうおしゃれな匂い、はい、香りみたいなのはちょっとまだ疎くて、はい、自分の好きなこう匂いが何なのかはよくわからないんですけど、はい、でもそれこそホットビープルのお店だったりとか、そういうところで香ってくるあの匂いだけで一気に癒されたりとかするので、あ、これお家でこんな匂いしてたらいいなっていつも思いますね。やっぱりフローラル系とかね、ハーバル系とかこうウッディーとかね、いろんな自然の中にはこういろんな植物を抽出したエッセンシャルオイル、それをまたブレンドしたような、ご自身がその知識がなくてもリラックスって書いてあるオイルだったりとか、でまたはあとカーミングっていって気持ちが穏やかになれるよっていうようなオイルがあったりするので、そういったものをうまく組み合わせたりとか、あとは簡単にお風呂に垂らしたりとかするだけでもこうね、リラックスした一日のこう疲れを取ってくるような香りもたくさんビープに置いておりますけれども、今回あの持ち歩きやすいポーチに入れておいて簡単にこう気分転換できるという、こういったエリキシノールさんの、はい、バランスっていう香り、うん、でプラス CBD っていうですね、痛み、そしてまあ炎症を取ってくれるような効果の成分が入っておりますので、うん、まあ、頭が痛いときにこういったロールタイプで頭にこうくるくるくるって塗っていただくだけで痛みも取ってくれますし、これからの季節蚊に刺されたりとかして炎症を、ね、こう止めてくれるような効果もあります、そんな使い方。でまたバランスっていうのは、まあ、自律神経、交感神経と副交感神経のバランスを取ってくれるような、すごくリラックスしてこうフラットにしてくれるような、ハーブの香りもあったりしますし、あとはネイキッドってありのままの自分になれるようなこうウッディフローラルな香りで、こう穏やかな気持ちになれるような、香りのブレンドも新しく新商品出てたりしますので、さっきちょっとそれ香らせてもらって、はいはい、どうでしたか？本当にめっちゃ良かった。2つとも、うん、あのそれこそシーン別で使い分けたいなってね、はい、うんうんうん、みんなその場にいた女子全員めっちゃ良かったですポーチにすごく入れやすいサイズですし、ユニセックス、男性もポケットに入るサイズなので、うん、こういったものを1個持っておくとですね、うん、まあ、気分転換のみならず、その頭の痛さ、重たさっていうのと肩こりの、ね、首筋のこりなんていうのもロールオンタイプでマッサージしながら取ってくる、一石二鳥という、ね、こういった商品も新しくビープルが出ています。めちゃくちゃいい。続いてはですね、ペットのコーナーが、去年の秋からビープルで新しくデビューしているんですけれども、この中で猫ちゃんもしくはワンちゃんも飼っている方いらっしゃいますか？
ね、家族として、ね、とっても大切なペットなんですけれども、やっぱりペットも、食べるもので体はできているので、やっぱり、ね、ワンちゃん猫ちゃんってこれが食べたいよとか今ここは痛いよって言えないので、うん、やっぱりこう飼い主さんがきちんとした知識もしくはきちんとした素材選びをすることによってワンちゃん猫ちゃんの寿命が長生きして、まあ、一緒に、ね、幸せに長く暮らしていけるっていうこともあると思うんですけど、実際にアミさんは猫ちゃん、はい、ケンちゃんっていう猫ちゃんを飼ってると聞いたんですけども、飼ってます。猫ちゃんはいつお迎えになられたんですか？ちょうど次の4月で2歳になるので、コロナ禍に入ってからまだじゃあ、はい、ちっちゃい猫ちゃん2歳若い猫ちゃん、そうですね、もうめっちゃくちゃ可愛いですやっぱり猫ちゃんを迎える前と迎えた後ではライフスタイルやっぱり大きく変わりましたか？どうなんだろう、スタイルまで変わったかは分かんないですけど、もう明らかにこう日常の中で幸せって言葉にする回数が増えた気がします。すごいですね、もう可愛すぎて幸せなんですよ、うん、見てるだけで。そう、なんでこんな可愛いんだろうって1日10回ぐらい言ってますし、ワンちゃん猫ちゃんと見つめ合うだけで、うん、脳がですね、セロトニンとオキシトシンっていう成分を、うん、いわゆる幸せホルモンっていうホルモンを分泌するっていうのが、うん、もうエビデンスが世の中にあるらしくて、いやでも絶対そうだと思います、はい、あとモフモフしたものを触れるっていうのは、手の感覚から癒しの効果もすごくあるっていう話もあるんですけど、はい、やっぱりじゃあやっぱ癒しリラックス、癒しですねもうこの子が一番の癒しっていつも思うからさっきのインスタグラムにもお風呂タイムにこう猫ちゃん、ペンちゃんが、そうなんですよ、可愛く洗うタイムの動きが、水嫌いなくせに来るんですよ、そういうところも可愛かったりとかして、可愛いですね。でもやっぱりだから、あの可愛いな、長生きしてほしいなって思う分、うん、やっぱりこう食べさせるものだったり、うん、ご飯とかあのおやつだったりとかは、すごくどういうものをあげたいんだろうって気になるし、うん、なりますよね、はい、やっぱり日本のこうペットフードやペットのおやつにはまだまだこう、うん、ね、海外ではこう進んでいるようなナチュラルオーガニックっていうのはまだまだ日本にはすごい少なかったりとか、知識がないとたどり着けなかったり選べなかったりすることも多いと思うんですけども、ビープルでは、まあ、安心安全そして無添加オーガニックの素材のみで作られたワンちゃんのご飯そしておやつそしてあの未病予防できるようなサプリメントもしっかりと揃えて今展開をしております。で今回新しく2階の会場には猫ちゃんにおやつとして新しく新商品したこちら猫の一日という、はい、おやつが新しくデビューしておりまして、すごい、はい、こちらはですね鶏の、福岡の有田鶏というめちゃくちゃ美味しい鶏肉のささみをですねこのままフリーズドライにしたスティックタイプだったりとか、そうなんです、あとはお塩をね全て抜いた無塩のこのいりこの、煮干しだったりとか、はい、あとヤギのミルクですね、牛乳のミルクだとちょっとこう乳体不凍症みたいな感じでちょっと下痢お腹が緩くなってしまったりするので、これヤギのミルクを使ったボール、実際に人間のこうヒューマングレードと言われる人間が全て食べれるもので、うん、カロリーだったりとか素材っていうものをしっかりと整えたこういった真空の、ね、おやつも新たにデビューしてますので、なんかだしとね、そうなりますね、おいしそう私も今度ヒューマングレードっていうか一回食べてみようと思ってこの焼きミルクボールを食べてみたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。ああ、めっちゃ美味しいですよね。これもぜひペンちゃんにあの今日お家に帰ったらあげてみてください。ありがとうございます。あげたい。この中でね、ぜひあのワンちゃん、猫ちゃん飼ってる人も、ご自身が今与えてるご飯、またおやつは何でできてるのかなって一度ね見直す機会になったら嬉しいななんて思ってますけれども。やっぱりペットっていうのは家族ですから、はい、ね、病気になったりとかやっぱりこうアレルギーも最近増えてますので、うん、インナーケアでペットの腸活も最近あったりとか、あの腸を整えることによって、まあ、栄養の吸収も良くなったり、まあ、ペットの健康も、まあ、あの皆さんのねチョイス選択で、まあ、こう培われているっていうところもありますのでね、ぜひチェックしてみてほしいなと思います。はい、はるみさんはあの、はい、ペットは飼ってらっしゃらないんですよね。欲しいんです欲しいんですけど。飼った経験は？ないんです。ないんだ。そう、なんか元々お母さんが、はい、あのペットを飼うタイプじゃないというか、なんかこうなんだろう、もう子育てが忙しかったから、はい、可愛いだけじゃ飼えないですよね。そうそうそう、でなんかそのペットと一緒に育った、はい、こうこと経験がなくって、だから身近にいなかったんです。はい、でもやっぱりちょっとそれこそアミさんのインスタグラムとか。あの結構ペット飼ってる方も多いので周りに、やっぱりお話とか聞いてると、あ、
ペットのいる生活っていいなって思うんですけど、もうちょっとスケジュールが落ち着いたら、そうですね、そう一緒にいる時間が長く、ね、うん、そう取れるようになったら飼いたいなって思います、ね、今日本のなんかこう人口に直すと5人に1人が猫ちゃんもしくはワンちゃんと一緒に増やしてる、またこのコロナ禍でもすごい増えたということで、増えた、はい、まあ、猫の健康、ワンちゃんの健康っていうのもね、ぜひビープルで、使っていただけたら嬉しいなと思っています、はい、でまたですね、今回の会場をご覧になられた商品はすべてですね、ゴーグリーンメンバーズ会員様に限り本日から4月3日の23時59分まですべて 10% オフでご予約できるので、ぜひインスタグラムのご覧の方も、ゴーグリーンメンバーズのアプリダウンロード後、そして 10% オフでお買い物していただきたいなと思います。そして今回はですね、皆さんにちょっとハッピーなお知らせがあります。はい、2022年4月5日になんとビープルが初となるムック本を、発売させていただくことになりました。すごい、すごい、はい、初本来です。初めて、今年9年目なんですけれども、うん、ブランドとして初めてのムック本を新しく発売させていただきます。こちらビープルムック本ボリューム01、自分だけの美しさってどこに、自分だけの美しさってどこにあるのが発売が決定しいまして、またこちらの表紙はですね、なんと佐藤晴美さんが今回、はい、カバーがあるということで、はい、第1号の、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。実際に撮影では私もご一緒させていただいて、はい、まあ、はるみさんのライフスタイルやビーブルで見つけたお気に入りの商品等をですね、うん、雑誌の中で、たくさん語っていただいておりますので、はい、ぜひ、チェックしてみてください、はい、でまたですね、こちらのムック本のご予約は3月29日からスタートいたします。詳細についてはまたインスタグラムの方で、ご覧いただけたらなと思います。また、そんな充実した、19個の、商品の、プレゼントもくっついているムック本がですね、なんと今回のトークショーをご参加にいただいた方先着50名様にですね、このムック本まるまるをですねプレゼントしちゃおうということで、皆さんぜひムック本ゲットしてほしいなと思うんですけれども、トークショーが終わり次第引き換え券をお渡ししますので、ぜひムック本をいち早く皆さんに手に取っていただけたらなと思います。おー、はい、19個も羨ましい。そうなんですよ、すごい、19個のブロック券、ブロック見ました、見てない、本当にすごい豪華に、はい、めちゃくちゃビープル頑張りまして、すごい豪華にゲットするよ、私もゲットしたい、はい、ムック本の中には、ね、1111円のクーポンもついていますので、お気に入りの商品がなんと1111円オフで買えるというクーポン付きです。ぜひ お得なクーポン付きのムック本、ぜひ購入していただければなと思います。ではあっという間にお時間が経ってしまったんですけども、本日はアミさんとアレミさんにとっても貴重なお時間をいただき、お話をたくさんありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴にご覧いただいた皆さんもありがとうございます。まだ2階の会場は今日の夜の7時までやっておりますので、まだ、見てない方、もしくはこちらだけ今日で紹介された商品をもうちょっとじっくり見たいなって方は、ぜひ2階に、お越しいただければなと思います。では皆さんありがとうございました。ありがとうございました。